はい、プレイしていきたいと思います。クラフトピア、あーなんて平和なゲームでしょう。やっていきましょう。いやー、7日ごとに敵が来ないっていうのはこんなに素晴らしいことなんだね。平和だわ。さて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 、前回そうだ、麦がなくなって思ったんだ。ちょっと麦畑どうにかしないといけないね。どげんかせんといかん。どうしよっか。消滅してしまうな。どうする、マジなんで畑消滅してしまう。どうしよう、どうしよう。こっちの麦も止まってるしな。うわ、とりあえずこっちに麦突っ込むかと思ったけど、こっちの麦取るか。むしろこんなにスタックされてたのね。じゃこっちにちょっと麦を分け与えていきましょう。麦を分け与えていきましょう。よいしょ。あー、どうしようかな。どうなってんだろうね、ここね。ほほほ、1、2、3、4。うん、これ3種類だよな。灼熱の農園、灼熱の農園とかパイナップル用じゃないか。パイナップル灼熱で育てたらさすがに枯れると思うけどな。今日何やるって言ってたっけ。もうやりたいことはここの畑は残ってんだね、まだね。終わってしまった、いろいろと。とりあえず耐熱素材が欲しくて、耐熱素材を手に入れるためには、なんか敵を倒しに行かないといけなくて、敵を倒しに行くためにはレベルを上げなくてはいけない。レベルを上げるためには動物をいっぱい倒さないといけなくて、動物をいっぱい倒すために何かを作ろうとしてた。泣きそうだ。やることがやべえ。どっかいいとこにいいかな、動物を。山のようにかくまえる場所ねえかな。ここって動物どうなるんだろうな。これさ、あっちコンベア全部敷き詰めたらこっちに向けて使えないかな。床レベルどうなる。ここか。このまま地面の下やったらどうなる。ダメだね、牛流れてこないね。ダメか。ちょっと敵をむき出しにする敵を呼んでみましょうか。どうなるか。当たんねえの。あ、そうなの。精度悪いんだね。おいでー。右上に上がってくれ。ホップアップしてるね、この弾は。もうちょい近づけと。逆にあれはピンポイントで飛んでくるんだね。さあ、怒りのバッファローをやってきました。
怒りのバッファローがやってきましたよーと。よいしょ。てってけ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 て、崩壊した。音が崩壊した。さあ、怒りのバッファロー届くのか俺に。あ、諦めて言った。回復しちゃった。着弾すかした。避けた。でも当たったね、今な。良さそうだね。なるほど。良さそうだな。ちょっとこっち行ってみるか。バッファローさん、こっちおいで。こっち来れるかな。お、当たった。ラッキー。ダメか。ちょっとこっちに呼び寄せるか、ちゃんと。あ、引っかかってんな、あいつ。うわ、抜けた。ぷ、危ねえ。よいしょ。さて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 。こっちいらっしゃい。登れるかな？登れそうで登れない？登れそうで登れないね。最高だね。地面がないな。地面がないの困るけども。まあ、これか。うわ、登るな。バッファローはやめよう。あ、登っちゃった。やばいのでは。ホームランバットでホームラン打ってみたいから、ホームラン打とう。バッファローをホームランしよう。かっけー。かっけーん。てってけてっ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 て。右クリック。チャージして、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 チャージして。7、8、9、8段階。8段階チャージして、かっけー。3800って言ってなかった、今。強。荷物いっぱい持てないんだって。フルチャージで3800ダメージだよね。ホームラン打つ方法ってどうやるんだろうな、しかし。ないのかな？ホームランモーションないのかな、もしかして。ない可能性。はい、お肉。お肉しまいの。ドラゴンの地産とかをしまうか。違う、隣だ。鉄とかいらねえな。鉄、あ、ここで焼けるじゃん。違う、こっちだね。100万でしか焼けないから。ダメだ、おりゃ。多分鉄いっぱい持ってるから歯車作った方がいいかな。600持ってんね、鉄ね。さてどうするかな。動物園を作るとしてあっちね、何を入れるかだよな。経験値うまそうでどうにかなりそうな羊。羊金だしな。金は困ってねえんだよな。キリンか。キリンか牛かバッファローか。
狼悪くないかな。ゾウさん、ゾウさんも悪くねえな。何がいいんだ。キリンゾウさん、キリンゾウさん、ゾウさんで金にする。ここでも金にするか。そうしよう、お金にしよう、お金にしよう、お金にしよう、決めた。キリンゾウさん、お金、お金を食べると、カネゴンですね。カネゴンになっちゃうぞ。ない、どっかそこら辺に入ってそう。これこれ、なんかいい動物いなかったかな、この島。いなかったよな。牛、バッファロー、いないっすよね。いや、これ下手に増やしたので攻撃されたり嫌だから、やはり増やすのは空だな。空から落ちた敵がここに溜まって、床とかないかな。床とかねえな。ここ3マスしかないな。ちょっと床ブロック欲しいっす俺。作るか。作ろう。せめて5枚ぐらいは必要だわ。石持ってねえすか俺。なさそう。あ、鉄の床でいいじゃん。鉄の床でいいよ。鉄の床で、鉄の床を使う日が来るなんて。しかも石取ってくるのがめんどくさいという理由で。よいしょ。麦どうなっとる。これ止まってるってことはダメだね。止まってるってことはダメだね。どうするよ。終わってんな、終わってんな。砂はいっか。これでとりあえず回しときましょうか。15枚あればいいでしょう。そしたら上で増殖させて落としてくる。ここでいいな。よいしょ。待って、そしたら俺の大好きな雷吸収されるのでは。困った、困った。ちょっと考えさせて。そうだな、俺の大好きな雷吸収されるな。よし、考えついた。一回これキャンセルして、キャンセルして、
すんげえ変なこと思いついたわ。こっちでいいかな。こっちに作って。ちょっとこっちでいいかな、もうちょい。もうちょいこっちでいいかな。よしよしよし。ここでいっか。ここでいきましょう。ここに。これでいい？これでいっか。で、コンベアを、コンベアを、こうやって置きます。で、こっちは壁だね。こっち壁だね。壁、7番。こっち壁です。こっち壁です。で、どうすればいいかな？違うな、これ。もう一マス横広がってた方がいいね。もう一マス横広げましょう。あれ、なんで？何登録されないの？こうですね。床、コンベアもっとつけるか。あら、親が起きてくる。やべ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 。あ、待って、これやばい、やばい、これ。これダメだ。あれ、ちょっと待って。ああ、ここじゃなかったな。こっち。なんかわかりやすいのない？壁立ちどっか、こっちね。壁、7番。ダメだな、おりゃ。ちょっと移動ですね、これは。横にずらすか。俺の雷が通らないよ、ここだと。せっかく頑張ったんだ。よいしょ。雷が通らなかったら一番無意味になってしまう。なんでいけそうなんだけどな。ここ。いやー、もうちょい手前にするか。一歩後ろにずらせばよいのでは。ああ、2マス後ろにずらすか。2マス出せばさすがにいけるだろう。2マスでけえな。2マスでけえな。1マスでいけるのでは。いやー、これめんどくさいな、そしたら。やはり2マスかな。2
今すつらそっか。今すつらしましょう。落ちた。なので、こっちが、こうだね。こうだね。これで。よし。でもってこっちがこうなって壁ですね。壁ですね。壁。おお。壁。で一緒に立って。いやーやべえな。鼻水が止まんね。つかさ、なんか石垣島やばいんだけど、天候が。雨が止まないんだけど。天気の子みたいなことになってんだけど。大変なんだけど、マジ。わけわからないよ。雨が止まなくなっちゃった。畑行けねえんだけど。2週間ぐらい雨が降り続けてんだけど。やばくない？草刈りしに行く予定なのに。まだ1週間かな。もう訳わかんねえよって感じなんだけど。これじゃないですね。これじゃない。これ発電機ですね。発電機ですね。どうやってゾンビじゃない、動物増やすの。何増やそっかな。バッファロー。でもバッファロー突撃してくるしな。まあゾウさんでいっか。ゾウさんでいいや。探しても見つかんない気がするな。作った方が早いのでは。作ろうか。2個見つけた。2個じゃ足りないよ。せめて5つぐらい欲しい。獣肉。獣肉あるよ。どこに地図だっけ。こっち。羊の獣肉。これを2個しか作れない。何が足んないんだろうね。何が足んないんだろうね。わら。4つで親起きてきた。どうしよう。ちょいとミュートする。ちょいとミュートしようか。ちょいとミュートしときます。
像が入らないんだけど、像がこっちに入ってもらわないと始まらないのだが、これは困りましたね。これは困りましたね。始まってもらわないと困るんだけど、ちょっとその間に一回お出かけしてくるか。床を持ってくるの忘れたわ。床取ってこよう。床取ってきて、それから砲台を設置しましょうか。空腹で倒れそうだ。倒れないで。絶食。断食だ、断食。お、回ってんね。洗濯できてねえのか。ちょ待って、先に回り始めたならいいから、回り始めたならいいから、砲台を向こうに向けて設置しておきましょう。お、死んだぞ。そっか、そら死ぬか。5番でこっちに床を抜いて、1マス広めにとってね。やべえな、砲台の角度ストレートが良かったな。お、飛んでった。待って、砲台が飛んでってるけん、ゾウさんと一緒に砲台が飛んでってるけん、ちょ、わけわからんだそれは。おい、なんでゾウさんと一緒に砲台が飛んでくん。理解に苦しむ、理解に苦しむって。それはそれはわけわからんだろう。つか角度しくったな、マジで。角度ないやつにすればよかったな。うーわやべえことになった、やべえことになった。ゾウさんが砲台と一緒になんかやべえことになった。ゾウさんと砲台相性悪いかも、でかすぎて。うわ、何が起きた。ちょっと待って、これは問題か。何が起きてんだそれ。やばいのでは、これやばいのでは、これやばいのでは、これ。いや、やばいのではじゃなくて、やばいね、やばいね、これね。手に負えなくなってるね。先に輸送システムを拡張しとくべきだったわ。
待て、あ、やべ、マジでやべ、マジでやべ、これマジでやべ、マジでやべ、これマグマのところやるべきだったな。これマグマのところやるべきだったら間違いなく。マグマのところでやればよかった。これは手に負えない。これはマジで手に負えない。うわ。砲台の向きよ。嘘でしょ。ちょっとこれやばいね。しかもこれ設置できねえの、ここや。嘘やん。これ設置できないね。いっそのことそれ壊してくれ。親が帰ってきたというわけでテレビついちゃうのでここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。